リケード張らんとダメだなって本当に思った。切実に東京って、あ、ここから ETC か、はい、結構わちゃわちゃ入ってくるんですね。うん、右行こう、右行って左ちょんって行っちゃう。おー、マジャックポイント勘弁してくれよ。だから方向していきたい。おー、八王子おめえ同じか、同じ方向で帰るか、てめえも。じゃあおめえ左に行くんだろうなと思うけど、いわきに行くのか。バイビー、声な、みんなシュンって行く。バイバイ。マジ楽しかったな、長寿一途したよね。まあこれです、しかも万願寺行くし、なんかこういうのもありだね。まあちょっと登山できないのも物足りなかったぐらいだけど、まあ、いいよ、来週行けば。真ん中110キロなのこれ。出たよ。そういうこと。怖い。もういい、左いいや。疲れた。いい。110キロ出したくねえよ。110キロって。え、これそんな出してよかったの？怖っ。出さないけど。常磐線。いや、常磐線ってあんま乗んねえよ。渋滞こういう風にしてるってことは人が超混んでるってことで、特にあの葛飾出た、あれはね、ウルトラコンかな。っていうのが嫌だから左に来た俺。だって抜かさねえじゃん。路線だったら左行けよてめえよって。っていうのが嫌だから左に行った俺。ゆっくり行ってね。なんかいいよ、危なかし。いや、嫌だ。もうゆっくり帰るんだ。あ、久々に見たんすよ。うん、あれ、ベンツの子会長って。昔あれのなんかチョロキューみたいなやつもして、意外面白かった、売っちゃったけど。楽しいね。うん、まあ欲を言えばもうちょっとね、金あったらな、財力あったらなって思っちゃう。なんであったらなんだろう、うん、もうちょっと収入が欲しいかなって感じ、正直。うん、使いすぎってわけでもないと思うんだよね。使いすぎっていうのはもう本当ギャンブルとかさ、外食しまくりとかするんだと思ってるから、趣味は別にいいのかなと思ってる、個人的に。ぶっちゃけ心に余裕が、心と財力に余裕があってやるから、数
コンテンツ自体がさゲームだと思ってやってるから、それをなんか生活の一部って考えてやっちゃうと勝てなくなると思うんだよ。だって絶対勝たなくちゃいけなくなるわけじゃん。そんなんでやって俺は勝てないと思うけど、特に今なんかは超辛くしてるじゃん。昔は良かったけど甘かったけど、めちゃくちゃいたもんな。ツイッターでさ30連したとかさ20連したとかさ、勝ってるツイートだけしてて、してるやついたけど、あれでしょ、負けてしかいないんでしょ、逆にそういうのなくなったってことは。ざまんろ。あれマジで俺良くないと思ったもん。こいつマジで死んだ方がいいと思ったもん。子供が勘違いしてやるじゃん、ああいうの。あ、じゃあ俺もやってる、勝てやれば勝てるなって勘違いするに決まってんじゃん。絶対良くねえと思った。負けてざまみろと思った。いや実際多いと思うよマジで、何にも知らない子供がさ、じゃあ俺も行ったら勝てるかなって甘い気持ちになっちゃうんだよ。俺もなってたもん正直。一回だけやったことあるけど、すぐ消えちゃうよ5000円。あ、もうこれ一生やんねえと思ったもん。一回だけある実を言うと。ただそこで勝ってたら俺はやってたと思う。負けてよかったなって思ってた。ビギナーズラックもクソもなかったよ。よかった。怖いんだよね、ああいうの錯覚しちゃうから。うちの人ってあと特にゲーセンだよ。あんな当たりやすくなるに決まってんだよ、メダル出るやつとか。だってメダルだからね。お金じゃないから、ね、羽田だもんね。うん、はいはい、
前の車。あ、そう。うちらの前の車も左行ったから、その話かな。あ、じゃ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 あ、急に左ピュッと来た時、成田なのかな。成田めっちゃ混んでる。ああ、そうですか。あれ、こっち行けよ。まあいいよ。うん、基本と行かないけど。で、なんか道変わってるね。危な。後ろ空いてたもん。いや、だから嫌なんでしょ、その位置。